あ、俺やりたい。リッツの三振したらお前僕が行きたくなったな。待って、どう考えても野球楽しくなってた。練習練習。あなたは猫型ロボットですか？いえ、ミッキーマス。ダメ。田島が3点取られました。はぁ、筒香ですか？いいえ。あー、誰に打たれたんだ。違う野球ってさ、3人じゃできねえんだ。だから一緒に野球やろうぜ。ま、6人でもできねえけどな。俺たちを仲間に入れてくれるのか。俺も一緒に野球やりたい、やりたい。俺にホームランの打ち方を教えてくれ。お前の特訓のせいか、見せてみろ。あ、もう撮ってるよ。オッケー。どうもこんばんは、カールサブラザーズのジョイです。ジョイです。今日は痛い。何それでは到着をお願いいたします。怖、準備 OK ですか？はい。それでは目隠しベーランお願いします。よし。よければ目隠し取ってください。どうでしょう、スリーベースヒット。今本当にダイヤモンドを駆け巡った気持ち。勘違いしてほしい、うん、気持ちフル。
クギーンってやつやん。タッ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 たら見えない木が50分ぐらい目の前にあって一塁までは良かったよ。セカンドとサードで絶対挟まれてたもん、ね、挟まれて、ちょっと一回ね、トシイツの頭の中のイメージを一応編集で入れとくね。もうそうね、木がすごいあって、俺らから見ると完全に守備に挟まれてた。でも試合出たじゃん。一試合だけに見逃さんしね。ハハハハ、3年後いやだんだん、だんだんさ、早くなってない。1打席そのくだり、もうちょっと長かった、ね、体感5秒本当に3年間ハハハハ、5年間いやいや、もう絶版すぎる。なんで回したらすいません。しかも関係ないよね。彼関係ないよね、今試合に。選手宣誓として始球式を行います。本日の始球式は愛知県高崎市を拠点に活動する6人組YouTube クリエイター東海オンエアの皆様です。拍手をお迎えください。代表して虫眼鏡さんに応援を務めていただきます。様々なジャンルの動画を投稿し人気を集めていらっしゃいます。